父さん。いや、武田さん。覚えてますか、太郎。私が大好きだった犬の太郎。病気はひどくならなかった。たった1週間の旅行だったの。なんでちゃんと留守番してくれなかったの。太郎はあなたがうちに来る前からいた家族だったのよ。仕事仕事って家で仕事してたんだから世話くらいできたはずじゃない。おかげで私たちが帰ってきた時、太郎の足はうんでうじが湧いてた。私が育てていたお花も全部枯れてた。それ以来私はあなたのことが信用できなくなって、何もかもが嫌いになった。匂いも何もかも。だらしな歯も磨かない。磨かない歯なんていっそなくなればいいんだ。下手なギターばっかり弾いて、だったら教師なんかやめてなりたかったギタリストになればいい。あんたどっか行くって言ってたの。どうしたのよ。早くメイク落とし買ってきてよ。お母さん、学校から注意されたご飯のこと覚えてますか。好き嫌いが多いから子供に野菜なんか出さない。料理できないくせに材料だけ分かって結局全部腐らせる。それで娘のお弁当にジャンクフード。使ったものはしまわない。掃除も苦手。欲求不満。武田さんがセックスに興味がないことへの欲求不満。そのイライラを私に向けることこそいい加減にして。でも私が一番許せなかったのは、小4の時かぶれても薬さえくれなかった。私はめちゃくちゃひっかいて消えない跡が残った。娘が卵アレルギーだってことさえ忘れてた。面倒を見ない子供なんて最初から産むな。そんなどうしようもない家族の真ん中にいた私の気持ちなんてあなたたちに分かるわけがないよね。ゆき、タバコも買ってきてくれないか。行くの？あったらこれの新しいのも。行かないの？言い方はきついよ。買い物頼むんだからさ。じゃああんたが行ってくればいいのか。来たばっかり引いて。どんだけお前行けばいいだろう。私だってやることいっぱいあるのよ。行かない。やめた。行くの。